新たな国政政党希望の党の代表就任を表明した小池都知事がテレビ朝日の番組で解散宣言をチャンスにしたいと意気込みを述べました。ある意味想定はしていました。これでも解散を宣言なさったのであるならばむしろチャンスにしていきたいというふうに考えています。 国政新党希望の党を新たに立ち上げ代表に就任した小池知事は安倍総理が表明した衆議院解散について大義を必死にかき集めた安倍ファースト解散だと批判しましたその上で新しい風を永田町に吹かせたいとし全国各地から新人を含めた候補者を擁立する考えを示しました。 初の女性総理への意欲を問われると神の心のままにとアラビア語で答え含みを持たせました。